王道集の画像を起動集から1646年4月20日は、民末の作家、農書家。字は幼平、号は一歳。小州府、浦県道山の出身。貧民の出身で多芸多才であった。書法は商用に学んで、会書、行書、草書が清県に優れ、芸県路や大田区と並んで秋代の書道の名人と称された。 典型2年に過挙に合格して真摯に求大し、初期都市になった。あと、管理委員編集となった。数定元年、宇宙上に任じられた。その後すぐ、選択釈に対する原型を求めて、数定定の怒りを買い、三級連合格された。数定5年、再び上訴して、自制を批判したため、免職となった。数定9年、給職に服した。しかし、 数定11年、軍、ただしのようつ政が、仏器機関に任命を受けたのを批判して、再び六級連行格された。翌年、友人の帝が、数定帝,帝の指示によりしのげ遅刑に処され、悲しみ生き通った。数定14年、厚生準部の海学流が王道衆の代わりに許しを、皇帝上書したが、数定帝,帝は市場に囚われて、不正を疑い、 王道衆にひどい拷問を加えて収監した。首、タスクの終焉樹が、数帝帝に懇願したため死罪は免れ、後世へ追放された。同年、終焉樹の推薦で、再び給職に服したが、数帝帝の滅びる運命を予見し、失望して自ら辞任した。その後、琉球県九流港で、諸蛾塾の行山行動を開いた。数定十七年、数定定が自殺し、 広光ミツが南京で即位すると南京へ上り南米の礼部少将を務め職務に精霊した。しかしよく、広光元年に新軍が南京を占領し、広光ミツが捕らえられた。この時、王道衆は石膏へ大雨の祭祀のため公務出張していて難を逃れたが悲しみとともに福建の家へ帰った。同年、福州の地で帝子竜羅とともに、 劉武帝のもとへ出資し、竹秀殿の大学士となった。翌年、後世に赴き義勇兵を募ろうとしたが、新軍に捕らえられた。王道衆は明朝への強い忠誠心を示し、幸福を拒絶したため、南京で処刑された。四人の弟子も処刑された。南米において、文明博の号が送られ、中列と送りなされた。ありがとうございます。